正義の味方に憧れてた。なんだよそれ、憧れてたって諦めたのかよ。本当にしょうがない。しょうがないから俺が代わりになってやるよ。任せろってじいさんの夢は。そうか、俺はお前みたいな奴を止めるために戦うって決めたんだ。君こそいつまで間違った望みを抱いている。無理を積み重ねてきたお前にはふさわしい幕切れだろう。愚かでも引き返すことなんてしない。決して間違いなんかじゃないんだから。こんなところで意味もなく。お前みたいな奴に。将来くだらぬ理想にとらわれ自らの意図を持てなかったまがい者、その男が他人の助けになるなどとは思い上がりも甚だしい。俺が倒れたら上司が死ぬ。それはダメだ。俺は無理やり魔術師にさせられたんじゃない。自分から進んで親父の後を継いだんだ。俺は正義の味方を張り続ける。トレースオン。お前は本当に正義の味方になりたいと思っているのか。俺はなりたいんじゃなくて絶対になるんだよ。絶対にならなければならない。お前がでも足もまだ動く。負けていたのは俺の心だ。俺は正義の味方になる。決して間違いなんかじゃないんだから。